アメリカが徐々に台湾の国防計画やあるいは部隊レベルの訓練それから海上における警備活動なんかそういう部分で訓練に参加したりあるいは共同訓練をやったりアドバイスをしたりっそういう活動をやっていることは承知をしています。中中国国国国がが国連にに入っっててくくるとアメリカと台湾中華民国の国交がなくなって それまであった日本語でいうとこの米価カ相互防衛条約ですね相互に安全保障をやるという条約が廃止をされてその代わりにアメリカが台湾海峡法っていうのをこう作って台湾海峡の安定のためにコミュニメントするよともうそういう体制が取れているのでアメリカが台湾に関して軍事的ないろんな支援をやるのは法律に基づいて行っていると。ところが日本の場合はあ国交がまずないということと。 非常に外国の軍隊と日本の自衛隊が訓練をやるというのは非常にあのいわゆる重い,いという法的な枠組みが日本の中ではあります台湾海峡が非常に厳しい情勢になってきているというのを日本政府も判断をしまして数年前に安全保障関係の法律を整備しました。 それまでは日米安保条約に基づいてアメリカ軍と共同で作戦することを前提にして、まあ日本の防衛体制は作られてました。新たにあの作った安全保障関連法案では、まあ国連軍であったり様々な軍隊が日本周辺で日本の安全保障に。 貢献するような形で活動する場合については、まあ、それを防護したりいろんな形で支援をしたりという一歩踏み込んだ形で法律を整備しました。で最初の質問のお答えになりますけどもじゃあ日本と台湾がそういう2国間の連携を取れるかっていうのはこれはまだまだ難しい問題があります。もう大前提とととととしてはあ国国がなないということとうん日本とアメリカ以外に2国間で緊密な 軍事的なな調整ををする枠組みを持ってないっていとうことです、まあ、現実的な考えとしては台湾のために活動しているアメリカ軍を日本の自衛隊が支援をするとそれは目的はそのアメリカ軍の活動が日本の防衛のためにも動いていると、まあ、こういう考え方でアメリカをサポートすると。それが あの台湾をサポートしているという形であれば、現実的な流れの中で考えられるというふうに思いますね。所以就是现在日本能做的，但是我我我想瑞德大哥是不是要来看这个图啊？这个图是将军书上面一个图，这个就是说从中国所看见的台湾。哎可是。 台完的就觉得嗨昂嘛，就是像金鱼一样，这个悠游在这个台湾海峡跟太平洋中间。中国来看台湾，其实要拿下台湾，这边就要截断美日的援助嘛，对吧？瑞德对，没错。所以刚刚将军的讲法会不会太间接了？因为事实上，中国一打，是不是日本根本没有办法置身事外？他们本身也会被受到影响。你看，光是裴洛西，嗯、裴洛西到台湾访问，中国射的飞弹射到日本的领空啊。对，没错。那么事实上呢？ 那么这一次啊，我们联合中国不是进行一个所谓联合利剑演习嘛？联合利剑演习进行的过程当中，那么在台湾旁边的石原岛，日本就把爱国者飞弹的整个全部立起来了。他真的要攻打台湾，他第一波一定飞弹先打新竹乐山雷达，把你的眼睛打掉。 紧接而来，把你的东部的和东北角的相关的雷达站，跟你这个等于说相关的外岛雷达站都打掉，他一定会先用飞弹打掉了以后呢，他的轰炸机、战斗机全部都出来，他的军舰也都出来，然后包括他山东号、辽宁号跟那个福建号呢，成立舰队以后，北、中、南在台湾的东边这样形成一个包围网，让美国跟日本没有办法南下。 那大家从这个呃，亚马逊塔长的这个等于说他的发言或者在里面，你可以发现一件事情啊，我们千万不要误以为日本只要台湾有事，日本有事，所以我们台湾发生什么事，日本就会无条件的派这个所谓的呃自卫队来帮助台湾。黑西伯克林和戴季，日本只会针对他日本国有关系的事情进行这个等于说啊、呃、相关的一个解决。当然，最主要其实台湾要依靠的还是美军呢、啊。那么。 我在这里啊，要特别啊询问一下这个人说，亚马 m 塔上，为什么呢？因为理论上来讲，日本不会主动介入台湾跟中国的战争嘛。不主动，当然。当然，他不会主动介入。嗯、但问题是，老公也绝对不会放过日本。<對>为什么？因为很简单，这就是呃，这个安倍前首相所说的，什么叫做日台湾有事，日本有事。钓、嗯、鱼台列岛，他绝对不会放过。他,他,他需要一个拿下了嘛对不对 钓鱼台列岛，啊、哦，在这里。不论与那国岛跟石垣岛，钓鱼台列岛，他一定不会放过。那么，各位知不知道？最近也就在上个礼拜而已啊。中共四艘海警船，海警船就不是军舰，但是上面配了机关炮，有史以来第一次配机关炮，四艘海警船直接跑到日本称为间隔群岛，我们叫钓鱼台，啊、嗯呃，日，嗯、呃，中国叫做钓鱼岛啊，直接过去。 那么，如果他攻打台湾的话，他一定会利用民族主义，所以呢，一定会拿下钓鱼台，更不要讲旁边的石垣岛跟这个与那国岛。嗯，那么以现在日本的军力，不足以保护，我讲坦白的，不足以保护与那国岛。那么还有包括这个所谓的钓鱼台，仗势的是美国在后面撑腰嘛。嗯，那如果到时候，那他真的拿下了这个钓鱼台的话，请问？ 日本政府今のご質問だと日本台湾,台湾有事が直接日本に波及する場合ですよね中国軍が与那国やあるいはの尖閣に部隊を送るっていうことになりますけどもじゃあ中国側が本当にそれをやるのかどうかっていうのはまず一つあると思います。中国がが最もあ恐れるるいうか、まあ、嫌がるのは アメリカが軍事介入するっていうことですので一番望ましいのはアメリカが軍事介入する前に。 台湾をまあ統一してしまうこれが一番望ましい方法だと思いますその時にアメリカが行動する前に日本を攻撃すると日本は自動的に日米安保条約の発動をアメリカに要求しますとなると日本を攻撃したことによって自動的にアメリカがこの戦争に加わるということですから中国は相当重い決心をして日本を攻撃するということになると思います あの私がこの本で書いてる日本に波及するケースは3つありまして1つがアメリカの行動によって日本が巻き込まれていく波及していくっていうことでこれはどういうことかっていうと台湾海峡で緊張が高まってもうまもなく侵攻が始まるんではないのかという状況においてアメリカ海軍が台湾海峡をパトロールしている そこで中国海軍と偶発的な事故が起こって例えば哨戒ヘリがあのあの撃墜されあるいは墜落して、まあ、パイロットが行方不明になるこの段階で日本政府に対してアメリカはあ捜索救助あるいいは燃料補給ししてくれっていう要請をしますさらに緊張が高まって台湾の艦艇と中国の例えばフリゲート艦が近づいてきてそしてそこで中国軍が、まあ、発砲する攻撃をするアメリカの 駆逐艦に攻撃するこうなってきた場合にアメリカの近くにいる日本の海上自衛隊がアメリカの艦艇を守るために行動を起こしますこれはあの武力攻撃に至る前に存立危機事態っていう日本では言いますけれどもアメリカを守る行動に移る次の段階で日本の船がアメリカの船を守るということですから中国からすれば日本はもうすでにその段階で参戦していることになりますから 日本の船が直接中国から撃たれるでこれで、えー、日本全国があ防衛出動という形になって中国とお向き合うという形に最終的にレベルが上がっていくと。これはどういうことかというと例えば台湾海峡で、えー、空中戦中国軍と台湾空軍の空中戦があるあるいは台湾海軍と中国海軍の中でも激しい、えーまあ、戦闘が行われて残った航空機が 台湾の基地にに帰らずに日本の南西諸島の航空基地機構上に着陸するあるいは海軍の船が日本の港に避難をしてくるとこういうケースです。当然中国政府はこれは台湾問題は内政問題ですから、えー、戦闘機や輸送機あるいは、えー、この艦艇を返せとそして乗組員も全部あのこちらに 戻せとといいう要求をすると思いまする思まここで日本政府が中国側に返すかって言ったらこれはそれは私はありえないと思うそれは人道的に見ても西側の一員としてもそれはあの中国側には渡さない中国側からすると台湾が反撃する時に日本に避難した戦闘機や艦艇がもう一度使われると困るということになりますから 可能性的には低いかもしれませんけど巡航ミサイルで例えば石垣島や宮古島にある台湾の艦艇や航空機を攻撃するという可能性があります。となりますと日本政府は武力攻撃事態というのを認定して防衛作戦行動をとって日米安保条約の発動をアメリカに要請をする。でこの段階で台湾は日本とアメリカを巻き込んでるっていうことになりますよね。あの最後ののつ目がが日本が直接巻き込まれるというのはあのご ご質問の部分ですけども、えー、中国側が台湾海峡から攻撃をして西まあ台湾海峡に面した地域は仮にですね部隊を送れますけど真ん中に中央山脈が走ってて、えー、3000級の山がありますよね。ここは横断道路で、えー、太平洋側に中国軍が出ようとしても。 台湾軍がしっかかかり守れればなかななか抜けられない。私が東部戦区司令員だったらこちら側に回せと部隊を上陸部隊を回せというふうに言いますその時に邪魔になるのが与那国島島や、まあ、この辺の辺が邪魔になります。あの軍人としてはここに部隊を送る時にここに敵の基地があると非常に心配になるのでここを攻撃するっていう可能性があるということ あの冒頭、説明したように今の可能性は非常に低いというのは自動的に日米安保条約の発動を要請しますからアメリカが来るということになりますから非常にこれは中国側としてはまああのやりたくない作戦の一つだと思います。